淡路市にある紅葉の名所東山寺では、境内のもみじが赤く色づき、訪れた人を魅了しています。淡路市にある東山寺は弘法大師によって開祖され、戦国時代の火災による全焼を経て、およそ730年前に現在の場所に建てられました。山門は淡路島で最も古い木造建築とも言われ、紅葉の名所としても知られています。この時期になると境内は真っ赤に染まったもみじで彩られ、訪れた人が喧騒から離れた山の中で景色を楽しみながら参拝しています。綺麗です。今までの色よりもものすごいこっちの色濃いですね。一番ええぞけな、はい、こういう毎日こうやって眺めてやな、それから仕事始める。今年は色づくのが例年より早かったということで、東山寺の紅葉はあと数日で散ってしまうということです。